先月、藤岡市内の老人ホームで入所者の87歳の女性が頭から血を流しているのが見つかりその後、死亡した事件で警察は入所者の88歳の男を殺人の疑いで逮捕しました殺人容疑で逮捕されたのは藤岡市藤岡の老人ホーム、藤野園の入所者で無職の対馬栄一容疑者88歳です 警察の調べによりますと、津島容疑者は先月9日未明から早朝までの間に、同じ施設に入所していた新井武子さん、87歳に足で蹴るなどの暴行を加え殺害した疑いです。新井さんはトイレの前で頭から血を流して倒れているのを巡回中の職員に発見され、病院に搬送されましたが、およそ2時間半後に死亡が確認されました。 新井さんの死因は外傷性ショックで現場の状況などから警察では殺人事件と見て捜査していました事件当時施設の窓やドアには鍵がかけられ外部から何者かが侵入した形跡もなかったことから警察では施設の関係者から話を聞くなどして調べを進めていました警察の調べに対し対馬容疑者は私がやったと供述し 容疑を認めていいるととうことです警察では2人の間に何らかのトラブルがあったと見て犯行動機などを詳しく調べています。